お元気ですか？谷村新司です。2021年からスタートしました谷村新司のラジテレ。今回は第5回目、シャープ5。美しい日本の季節の移ろいとともに、あなたに笑顔を届けていきたいなと思っております。少年時代、子供の頃をこう振り返ってみると、昭和の時代、僕は昭和23年の生まれ、1948年生まれですから、今なんと72歳です。もう少年時代に72歳っていうと、もう生きてない人の方が多かったような気がしますけど、今70代がもう僕らの周りも人数がたくさんいまして、みんな元気なんで、ちょっと随分昭和時代とは感覚が変わってきて、今日も元気な72歳。昭和っていうと振り返ると本とラジオで育った時代、そんな気がしますね。本とラジオで育ったっていうことは、読むことと聞くこと、考えることで、これが中心だったと言えるかもわかりません。そして平成になって、今度はテレビ中心の時代、今度は見るという、これが中心、目からの情報が溢れてきて、目に照準が合ってきた、これが平成時代。そして、令和になるとスマホと PC の時代、この、コロナ禍の影響もありまして、一気に、皆さんこういうスマホとか PC に、興味を持って必要に迫られて、取り組んでるって方も多い、そんな時代になってまいりました。でもスマホとか PC の時代になって、僕も、まあ、一応やってますけども、やっぱ便利なんですよね。すぐに答えが手に入るんです。これ便利なんですけど、落とし穴が一つあって、その答えにたどり着くまでに、試行錯誤して探すとか考えるっていう、この過程が省かれているっていうのが、ちょっと危険かなと思ったりもしたりしております。まあ、それぞれの時代を体験してか、してきた谷村にとっては、それは目まぐるしい変化でもありました。これからの時代は、それぞれの時代を残しつつ、いいところをね、そして、なくさないでほしいものをちゃんと伝えていくのも、一つの役割かななんて思ったりもしております。さあ、今日もゆっくりとお茶でも飲みながら、ラジテレ始めてまいりましょう。さあ、今回のテーマは想像力と好奇心です。想像力と好奇心。実は谷村、2004年から、中国の上海の国立の音楽学院の教壇に立って、5年間、生徒たちと一緒に楽しい学びをしてまいりました。